飲酒の機会が増える年末に向け、福岡県が市民に適切な飲酒を呼びかけました。JR 博多駅前では、県の職員や談酒会のメンバーがチラシなどを配り、アルコールの過度な摂取には依存症などの健康被害のリスクが伴うことや、不適切な飲酒が飲酒運転や暴力などで周囲にも悪い影響を及ぼすケースがあることを訴えました。これから皆さんお酒を飲む機会が非常に増えてくると思いますので、自分のお酒との付き合い方を見直していただきたいと。最新の調査ではアルコール依存と診断された人は全国で25万人、福岡県内では1万人と推定されています。県の担当者は、本人に自覚がないケースも多く、家族や友人も気づいたら本人に伝えてほしいとしています。